どうもダンタです。第2章マケドニアの反乱。ここはね、確かえないハンターが出てくるところかな。もうここを気をつけないといけないのが、もう見ての通りハンターやらなんやかんやらいっぱいいるという状態ですね。で、でアランに、唯一アランが活躍する場所と言っても過言ではないかなと。ここはね、進撃ミスしたらね、もうボコられるというところなんで、ライアンとウォードに、言いましょうか。で、これ誰だっけ、パオラやったっけ、カチアかパオラ、カチャラやね。あ、迂回せということでね、カチャラが仲間になりました。で、アランはそれは無知な何か落とすっていうことがあって、ユージの集合は6時45分になっちゃった。ちょっと気をつけないといけないのは、本当やったら5時に集合で一番するだから、その時間だけでこの盗賊をね倒さないといけません。で、5時45分に戻るのにさすがに早すぎる。どこへ行くの、ナルト君大会ってあれやな、あれに行ってしまったんですよ。だから違うっちゃ、集合場所どこなんですか、4個バターで10分前以上に行ったら行くって、10分前の集合場所これ知らないよ。あれもやったけどね、何て言ったっけ、このウォーレンが、カチアと話をしたら仲間になりよるんで、ちゃっかりもんですわ。
来るよね。中断性はい、なんとか無事取りました。あとはもうこの立ちの悪い連中たちを始末しましょう。ああ、失敗した。
それで行っている間にこちらはどんどん先へ進んでいきましょう。あんまり近寄りすぎると攻撃してくるので注意が必要です。ここまで置き寄せるか。カチアと話をするとウォレンが仲間になります。こいつはね、力があるけど他が貧弱すぎて買い物にならない。さあ、ちょっとずつちょっとずつ進撃していきましょうか。Thank you.